紀元前千年期のアナトリア語派諸言語の分布シデ語は、アナトリア半島南西部のパンフィリア地方の海岸地帯の町であるシデで使われていた言語。インドヨーロッパ語族のアナトリア語派に属するが、アナトリア語派の諸言語のうちで、最も資料が乏しい。シデ語の碑文はシデお及び隣接するセレウケアから10個ほどが見つかっており、うち3つはギリシア語との二言語碑文である。 紀元前3世紀以降のものと考えられている。他に、紀元前5から4世紀頃の貨幣の国文がいくつか、残る。シデゴは S で俗格を表し、これは、設計文字、ルイゴアッシリュキアゴエイチ、カリアゴ、ピシディアゴエスと同様に、アナトリア語派の形容施設ビジアースソ、E マイナスに由来すると考えられる。神を意味する語、モスラは、設計文字、ルイゴメソン。 リキア語マカ、ミリア語、マサ、カリア語マッソマイナスなどに対応すると考えられる。同じアナトリア語派でもヒッタイト語、パラー語、リュディア語とは異なっており、シデ語がルビ語に近いことを示す。シデ語はシデ文字で書かれる。シデ文字はアルファベットだが、完全には解読されておらず、その起源も明らかでない。ありがとうございます。